お酒を飲める年齢と、まあ、成人の年齢が違うということで、うん、大学生の中でお酒飲める人と飲めない人がいますと。成人年齢18歳になりました、だけどお酒は20歳です、うん、なってるんで、まあ、ご覧のようにですね、活動停止になる、まあ、部が出てきたりという大学でもということですね、まあ、この辺も一緒にしちゃった方がいいんじゃないのみたいな声もあったりしてですね、まあ、この辺も含めたルールメイクってことで考えていきたいんですけど、ひろきさん、まずこれどうですか。いや、もう成人と同じ18歳にさっさとしちゃえばいいだけなんで、その過渡期の状況なんで、うん、こういうなんかもう善悪じゃないじゃないですか、はい、別にじゃあその来年からじゃあ18歳から飲んでいいですってなった時に、うん、その今処罰された人はすごい悪いことをしたのかっていうと、単純に法律の決めのことの問題で善悪じゃないよねって話なんで、うんうん、こういうのは過渡期なんでさっさと合わせちゃった方がいいと思いますけどね、うん、大吾さんどうでしょう。そもそもなんで18歳というか20歳じゃないとダメなんですかね。その理由があるのか、九州とかだと普通に子供のうちから飲んだりって言いますよね。そういう、そうですね、ヨーロッパ、ヨーロッパとかだと親が OK 出したら小学生でも飲んでいいとかありますし、厳密に言い始めたらだってね、お正月の時に親が飲んでる日本酒絶対もらってるじゃないですか、ね、うん、すごい不思議だなと思って、それを一つだけ上げへつらってなんかギャーギャー言うっていうのも、そうそう、18歳も20歳もそんなに体の作りとか変わらないですよね。いや、そうですね、人それぞれなんで、そうそうそう、もう成長しきった人もいればまだまだ伸びていく大谷翔平さんみたいな人もいるんで、あ、うん、ケンコブさんどうですか。お酒ですか、うん、いいんじゃないですか、何歳でも。結構関心ないでしょ。いや、関心ないというか、合わせてあげなきゃ、うん、そうなんですよ、うん、成人になってできることが増えたって言うたら選挙へ参加できるという、あと何かあるんですか。それぐらいしか聞いてないんですけど。いや、だから競馬、ギャンブルもダメなんでしょ。そうそう、ものによって違うんですよ、こう、はい、ギザギザジグザグみたいになってて、その競技、それこそ過渡期なのか、ああ、もうそれでこう固まるのかはっきりしないんですけども、やっぱりせーのにしなきゃね、非常にややこしいことになってるってことですね。もともとその善悪の話ではないものを、うん、そのなんかじゃあその20歳未満の慶応義塾大学のアメフト部が飲んだから、はい、じゃあ出場停止みたいな、それって悪いことしたみたいになるじゃないですか、うん、例えばアメリカとかの飲酒運転の規律って血中濃度が何ミリ以下なんですよ、うん、だビール飲んでいいんですよ、うん、飲んでもいいけど泥酔したらダメだよ、うん、っていうので、悪いことじゃないですよ、お酒を飲むことは、うん、要はお酒を飲んで自分がコントロールできないようなやつが運転をすると事故を起こすから良くないわけでっていうので、なのでその なぜか日本の場合ってこういうルールだよっていうのの基準と善悪をごっちゃにしちゃうんですよね、うん、だこれはあくまで基準であって別に悪いことではないよっていうのがちゃんと分かった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、山崎さんどうですか。いや、確かにやった行為 に対するその善悪っていうより、やった行為の上でどういう結果が出たかっていう、そのデータとか数字で言われた方が納得するし、うん、はい、反発も起きないんじゃないかなと思いました ね、うん、だからなんかたまたまこうね、バレてしまったみたいな雰囲気がね漂ってしまうっていうのは、うん、このままでいいのかなみたいなところはねありますよね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。